司令官、作戦命令を。どうも、ダチョウです。カンコレ日記ナンバー6、はぁ始まるよ。さて、今回はまたもや、2、の、4、に挑戦だよ。実は、録画する前にお試しでやってみたら、ラスボスのところまで行けたんだよね。了解。もしかしたらもう余裕なんじゃね？ということで録画してもう一度レッツゴー。編成は、響き、比叡、双龍、赤木、日向、不走、です。さて、やりますか。さて、開幕でどれだけやれるかな？ここで三隻は沈めて欲しかった。この調子じゃこの先辛いな。理想としては、開幕の航空爆撃で、雑魚いやつを沈めて、敵の手数を減らしたい。当たらない。対空見張りも元としてよろしくね。ちょっと時間かかったかな。私の活躍見ていてくれました？そう、なら頑張った甲斐がありました。ひえいちゃんかわいい。僕がもがみさ。大丈夫、今度は衝突しないって。本当だよ。うわぁ、外れると。嬉しいな。さて、やりますか。大物を狙っていきましょう。そうだ、艦載機を放って突撃。撃ちます。当たって。主砲、副砲、第一攻撃隊、全機発艦。無駄だね。対空見張りも元としてよろしくね。さて、やりますか。ぎょえー。はい、不幸姉のために帰ります。はじめ。そろそろ反撃よ。全艦載機発進。装備艦載は急いで。航空戦艦の真の力、山城、もう一度。大丈夫、放線よ。無駄だね。この勝利で慢心してはダメ。索敵や先生を大事にしないと。って、頭の中で何かが。慢心した結果これですね。撤退。艦隊が戻ってきたね。お疲れ。嵐を。こいつは力を感じる。しょうがないから、イスズさん育てて。電炭剥ぎ取って命中率を上げますか。肩が凝るの。しばらくおやすみ。ごめんなさい、ちょっとお化粧直します。さて、誰か改造できる子はいねか。いませんでした。そういえば比叡3階になったよ。お疲れ様です。では、次
次はしっかり装備を整えてから挑戦することにするよ。ではでは。